百獣対戦グレートアニマルカイザーはバンダイ及びバンダイナムコゲームスが2012年7月下旬に稼働を開始したデータカード出す作品。2011年で稼働を終了した百獣対戦アニマルカイザーのアッパーバージョンでもある。21.5インチの大型液晶 IC カードリーダーを2箇所業務用基板 e s にプラス搭載した新型筐体での稼働となる。 2013年7月11日より、百獣対戦グレートアニマルカイザーゴッドにリニューアル。2014年に、百獣対戦グレートアニマルカイザービッカーにリニューアルした。全シリーズと違い、2匹、対2匹のタッグマッチになっていて、メインとなって戦う動物を呼び出す。ファイターカード、追撃やガードなどでファイターをサポートする。フレンドカード、大自然の力を借りて攻撃する。 ミラクルカードを組み合わせてプレイするが、カードがなくても遊ぶことはできる。その他、記録用の IC カードを併用することによって、キャラクターを強化していくことができる。グレートアニマルカイザーに登場する動物は、いわゆる一般的な動物と、名前や性格設定が付けられ、キャラクター化された答えが存在する。また、動物はその種類や特徴などによって8つの種族に分けられている。 特定のファイターとフレンドの組み合わせで GTP の通常技の他に X が追加され発動すると2人が協力した特別な技が発動する PC 向けの公式サイトとは別に携帯電話スマートフォン向けの公式サイト g r e a t Animal Kaiser Mobile が開設されている会員登録後ゲームに使用している IC カードを登録することにより 前日のプレイ内容を確認できる。また、ゲーム筐体でのプレイ結果やサイト上のミニゲームなどをクリアした結果得られるアイテムをプレゼントとして設定した店舗の筐体にデータを送付、その筐体で遊ぶことで IC カードにデータを転送し、ゲームのキャラクターを強化することができる。二千十四年七月十六日をもってサービス終了。なコラボレーションが行われ、 特製カードが配られた。店舗や施設とのコラボレーションとしては、ら寿司、品川水族館、墨田水族館、東武動物公園などで、期間中に専用キャラクターのカードが配布された。さらに、関連商品では、乳製品、クルト、や、万代製の食ガニやキャンディ、アイスクリーム、スナック菓子等が発売されている。ありがとうございます。